こんにちは。エースクリニック院長の竹内です。最近、脇型干渉治療としてミラドライを選択される方が増えています。ミラドライは皮膚を切開しない治療で、ダウンタイムが短く、リスクが少ないのが特徴です。当院では2014年にこの機械を導入し、年々患者様が増えてきております。最近では1日2、3件施術をする日も増えてきております。ミラドライはいろんなクリニックで行っているため、どのクリニックを選んだらいいかお悩みの方も多いと思います。ミラドライの機械は1種類ですが、その照射方法や施術方法は各医療機関によって異なるため、当院ではどのように治療を行っているかを説明していきたいと思います。当院の照射方法、ポイント1つ目は広範囲の照射になります。通常、ミラドライの照射範囲は、脇の下の有毛部を照射範囲とすることが多いですが、当院では、脇がの手術を数多く行ってきた経験から、脇の下のアポクリン腺は有毛部を超えて分布するということが分かっております。そのため、より多くのアポクリン腺にダメージを与えるため、有毛部を超えた広範囲への照射を行っております。ポイントの2つ目は、正気麻酔の使用です。ミラドライの施術で痛みを感じるところは局所麻酔の注射です。その局所麻酔時の痛みを和らげるために正気麻酔を使用しております。正気流しますね、はい、もう結構ぼーっとした感じになってますね。なんかこう自分で喋ってても声が響く感じっていうか反響するような感じですかね、まあ、結構効いてると思いますが、うん、お酒に酔った感じに近い。そうですね。正気には鎮痛作用があり痛みを和らげる効果があります。正気麻酔を使用する以前は局所麻酔時の痛みが苦痛であるという意見が多かったのですが、正気麻酔を使用している現在ではそういった意見はほとんど聞かれません。まあ、そのため、大変評価をいただいておると思います。ポイントの3つ目は、最大出力照射です。ミラドライの出力設定には、1から5までの設定があり、5が一番強い設定となっておりますが、当院では最初から最後まで最大出力の5を使用して施術を行っております。基本的に4以下を使うことはありません。ミラドライでは、マイクロ波を照射することによってアポクリン腺やエクリン腺といった腺組織を焼いていくことができます。基本的に照射出力が高いほどといった腺組織により多くのダメージを与えることができ効果が高まります。しかしながら出力設定が高いとその分照射に時間がかかるといった点もあります。施術の時間は単位より長くかかる傾向にありますが、これも効果を最大限に高めるためのことですのでご理解をいただきたいと思います。ポイントの4つ目は重ね打ち照射です。最大出力照射を行ったとしても腺組織を十分焼き切れていなかったり照射されていなかったりするエリアが出てしまう可能性があります。特に中央部はアポクリン腺が密集しているエリアになりますので、しっかりと焼いておきたいエリアになります。一方で、周辺の皮膚の薄いエリアは、過度にダメージが入ると、副作用が起こりやすいエリアになります。そういった点を踏まえて、当院では1パス目の面積に対して、70% の面積に2パス照射を行っております。そうすることによって、中央部の腺組織が密集しているエリアには集中してダメージを与え、周辺の皮膚の薄いエリアには過度にダメージが入らないように配慮して行っております。実際当院では1パス目の面積を十分に広く取っておりますので、2パス目を 70% の面積に照射するといっても十分に広く、通常の範囲と比べて同等もしくは広い範囲に照射を行っておりますのでご安心ください。今回は
当院におけるミラドライの施術方法についてご紹介しました。ミラドライは各施設によっていろいろな施術方針があると思いますので、ご自身が納得できるクリニックを探してみてはいかがでしょうか。今後も美容に関する情報をアップしていきますので、よろしければまたご覧ください。では。